タイムラグがちょっとあるんでね。ある。行っちゃった。皆さんこんばんは。本日のライブ太極拳これより始めたいと思います。本日は4月の1日、20時からとなっております。ちょっと待ってくださいね。CM がね、これパーチ。はい。あ。はい、改めましてこんばんは。そしてこんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。よろしくお願いします。そうですね、今日もお家で、体を動かしつつですね、お家で過ごそうという、そのコンセプトとね、一緒に、お家でも太極拳等のね、気功とかでリラックスとか、体操をしましょう。そしてまあこれが体力作りとかね、ストレス発散になると、貢献できればいいなと思っております。太極拳とかもね、いろんな種類とかいろんな先生方いるがありますので、私が今ここで行うことはね、全体のうちの一部です。まあ、癖もあったりね、偏りもあると思いますけどもね、広いところでとかね、大自然でできませんので、ちょっとそこら辺の動きに関してはご理解いただくといいなと思います。膝の上げ下げとかもしておきましょう。基本的にね、まあ、真似ていただければ、まあ、それなりの動きというのはですね、皆さんもできると思うんですよね。なので、まあ、皆さんもスペースとかがありましたら一緒に動いてみませんかと、まあ、対面でね、お見せするときもあるんですけども、斜め後ろの方から真似てみましょうっていうスタイルをね、取っております。まあ、そんなこんなでですね、いろいろ進めていきましょう。質問等があればチャットでね、出していただいても、答えられるものに関しては答えていきたいなと思います。カメラの位置は大丈夫そうですね。まあ、内容はですね、また気功のあたりからいきましょうか。気功をやったりとかですね、あとは、太極拳、そうですね、太極拳がメインですよね。お家でもできるような太極拳というのを行います。入門太極拳とか24式太極拳、そして八方五方というですね、太極拳もね、あるんですね。あそこら辺行きましょう。はい、それでは曲を出しますので、今から連呼18歩ね、行きますね。まあ、サムネイルのね、並べた順番とはちょっと違いますけどね、申し訳ありません。で、ある程度曲を使ってですね、10分ぐらいの動きいきますね。連呼18歩は18個の、動きがあります。これ前段と後段をね、通していきたいと思います。こちらをね、正面として私は立ちますね。ちょっとまあこれ前奏があるんですけどもね、腰のところに手を持ってきてください。足はそうですね、腰幅ぐらいがおすすめですけどね、今日の体調に合わせて動いてみてくださいね。連呼18歩前段から参ります。一番最初は首のねじりとなってます。首がねじれて鼻先を左に向けましょう。はい、今度は正面ですね。続いて右方向見ます。胸の向きと鼻の向きが変わるからね、ねじれが生まれますよね。正面から上を見ます。喉の前が伸びました。はい、正面ですね。続いて下を見ますね。顎が体に寄ってきて、首の後ろが伸びます。顔を起こしてくださいね。両手を前ですね。パーの後グーにして胸を開きます。左ご覧ください。手の左に戻しました。またね、グーにしながら胸を開き、ちょっとね、力を入れてみますか。その後ね、力抜くんですね。このね、力の出し入れっていうかね、これが緊張感からリラックス、ファンソンとかね、心地よさにつながります。手を前に出した後は一旦手を下ろしてください。手の上げ下げとなります。手のひら、では下ろすときに握り拳に変えましょう。右の手を見ながら、右握り拳を見つつ下ろします。もう一回ずついきましょう。グーパーで手を下ろした後は一旦手をね、お腹の前ぐらい、手を上げていきますね。グーッと上げました。では手を開きます。下ろしましょう。手をさらに上に、ね、引っ張られるような伸びがあるといいですね。では続けますよ。
返しましょう。今度はね、肘を後ろ、腕の付け根のあたりを回しましょう。肘が肩より上がるようにした回し方といった方がいいですかね。でこの時ですね、肘先を見ると、まあ、首のストレッチも入ります。左右差がありますか。で痛いところはね、無理して動かないと思います。もう一度行きましょうか。こう気持ちいいですね。全部気持ちいいかな、ひょっとするとね。はい、では右手の甲を腰ですね、左手のひらを横から上と上げましょう。天井をご覧ください。下ろしますね。右の手の上方に左手の甲を背中にくっつけましょう。今度は右手を上げていきます。手首は L 字型、座腕を作ります。右の手は左の手の上方が良さそうですね。背骨とかもちょっとね、背を伸ばすとかね、胸も張りましょう。はい、もう一回いきます。下ろしましたか。続いて手をね、組むところですね。まず手をぐっと上に上げて、顔正面、左に倒し、右の体側を伸ばします。戻したらもう一度左に倒しますよ。はい、開きながら下ろします。両手の上、顔正面、今度は右に倒して左の体側を伸ばそう。ということは左の足にね、重心をかけた方がさらに伸びやすいでしょうかね。下ろしました。体をねじりましょう。右手のひら前、鼻先左です。戻しますね。はい、今度ね、左手のひら前となります。右方向をご覧ください。ねじり方はね、お好きな、やり方でいいと思います。どこからねじるかっていうのもね、結構いろいろあるんですよね。はい、左手のひら前ですね。手のひら腰に当てました。お尻後ろですね。左にお腹を動かしましょう。丸く動かしていきます。右、そしてお尻を後ろですね。では同じスピードでもう一周左に回します。はい、それではね、右に回していきましょうか。だんだんお腹が左、そして後ろですね。ではもう一周いきますね。ここら辺が伸びるかな。お腹の前も引っ張ろう、伸ばそう。徐々にお尻が後ろになります。では一旦手を下ろしますね。手を重ねてぐるっと上ですね。さらに伸ばされる形から横に開きます。ここで、まあ、大の字みたいになりました。倒しましょう。まあ、なるだけ背中が伸びるといいとされてますが、指先斜め下、これも引っ張られる格好らしいですよ。ではもう一丁いきますね。ぐっと伸びて横にも引っ張られちゃう。前に倒します。は、今度はね、左右にゴングですね。左に象ゴングですね。これ2拍ずつですね。はい、今度は右に陽ゴングですね。弓の形って言われてるんですね、この足の形ね。ではもう一回ですね、左行きますか。はい、また右にゴングですね。指先差し込むっていうね、名前ですね。はい、足戻しましょう。手をね、組んでぐっと伸ばして、両手を前ですね。前傾前屈します。手のひら床に向けて、徐々に体を起こしましょう。ゆっくりいきましょうか。もう一度いきます。ぐーっと伸びたところを作って伸びます。膝をね、曲げましょう。手のひら膝の上、左に回した後、後ろで伸ばしちゃう。左行きます。
伸ばしたら続けますね。意外とこのゆっくりなスピードってね、真似しづらいですか。はい、今度はね、右に回しましょう。今日のね、皆さんの床の状態いかがですかね。不安定ですか、それともがっちりしてますか。私はカーペットの上でですね、靴下でやってます。素敵な緊急報告ですね。はい、それでは体を起こして足を開いてください。今度はプーブっていう足の形でした。右膝が曲がって左膝を伸ばします。ちょっと体を内に、ね、向けましょう。はい、膝を伸ばしたら今度左の膝に、重心ですね。プーブー、ホケのことなんとかブーって言うんですよね。はい、もう一回ね、右の膝が伸びるプーブーですね。よくプーと言ったんですよね。足を閉じましょう。ゆっくりな屈伸に入りますね。これしゃがみ具合は、すごく低くしてもいいし高めでもいいと思ってます。食べた後これ苦しいですよね。膝の後ろ、ももの裏を伸ばしましょう。ゆっくり体を起こした方が、まあ、体にリスク少ないみたいですよ。はい、もう一回いきますね。よいしょ。曲げ伸ばし行った後はゆっくり体を起こして足を開きます。開きますって言っちゃうのね。どこだね。どこかな。両膝が曲がって左手のひら上向きですね。こういう時はね、幅とか低さ調整してくださいね。低くできる方はハムストリングが床と水平だったりなんかしてね。私は今やってません。すいません。楽してます。無理をすることがね、いい時もあるしね。長丁場です。ほどほどに行きます。足を閉じてください。片足立ちに参りましょう。左足前ですね、右膝が上がりますよ。でこれでね、保持して持ち上げるわけですね。パオトイみたい。パオトイやってもいいと思ってます。パオトイってなんだ。寂しい時は、ね、膝を抱くんですね。腿を抱くんですね。足を前に出して左の足を上げましょう。膝をね、胸に寄せてくる。前段最後の動作、歩きます。腰のところに手を持ってきますね。左足前から行こうかな。斜め上を見て、後ろへ重心ですね。でこの後は、右の足を前に出して、胸を開きます。斜め上を見ます。堂々と歩くときね、本当にここまで斜め上見てる方少ないと思うんですけどね。まあ、たまには斜め上見ましょう。でここで斜め下見ちゃったりする先生もいいですよね。はい、戻します。では、右足前に出しますね。後ろ重心。で左足前です。まあ、これ足の裏とかもね、ストレッチしてるんですかね、これね。はい、では左の足を後ろに下げまして、右の足を戻しましょう。で58歩の前段を多分ね10分ぐらいの時間をかけてね動いたんですね。見るとやるとでは違いますか。もしあの環境が許すならばね、この続きもまた行います。次は連58歩の後段です。マブっていう馬にまたがるね足の形とかシェーブですね。ちょっと足見えるかな。これ毎回やってますけどね、意外と足狭めてね、後ろの肩が上がって膝をちょっとねくっつけるような雰囲気です。余裕がある方はあのいわゆるしゃがむね、シェーブ、なんかミロのヴィーナスじゃないや、こういう彫刻ありましたよね。あのヨゼミの石膏室にあってね、何年前の話だったか。はい、じゃあまあ仕事します。足を開いておいてください。握り拳にしますね。マーブしてツイザーしましょう。あ、なるほど。これ沈め具合は自由と思ってます。手のひら押し出すんですね。自分の姿がいかに、狂ってるかちょっと見ないとね。こうなりやすいところはね、垂直用と戻しましょう。あとね、頭は上ではいいんですけどね、ここ伸びやすいですから、ちょっとですね、股関節のあたりの沈め具合も重要ですね。と
カメラを見ながら自分で調節している私がいますね。どのぐらいがいいかな。意外とね、前見ちゃうんですよね。はい、じゃあ CM のお時間です。ちょっとしゃがみますね。これ4拍しゃがむのね。シェーブって足の形で、右手のひらを押し出します。いい、ある、算数。意外と長いかも。カメラ目線でね、止まってます。先生、まあ、余裕じゃん、ね。結構苦しいのよ。はい、逆もご用意しました。笑った方がいいんですかね。笑っちゃダメか。はい、ではね、カーペットを戻して、これから入りましたね。右手のひらは上向きですね。ちょっと前傾しましょう。右手のひらは床につけてもつけなくてもお好きにしてくださいね。体を起こすときはゆっくりの方が立ちくらみ防止となります。左手のひらは上ですね。斜め右をご覧になってください。そして左手を、ね、だんだん下げていきます。このねじりをちょっと解放するところがあるんですよね。では体を、ね、ゆっくり起こしていきましょう。象ゴンブー、ちょっとね、左にねじるっていうゴンブーですけどもね、こんな格好です。ちょっと私、カメラ目線ぐらいにしようかな。ゴンブーにもいろんな形あるしね、私も崩れがありますが、なんとか頑張ってます。皆さん大丈夫でしょうか。はい、今度は右の足の方にね、重心です。左手のひらを押し出して、斜め右後ろを見る雰囲気とかね、意外とこの手の高さによってねじりとか変わるかなっていうことです。さあ次はですね、足上げます。これ結構苦しいですからね、頑張りましょう。そして頑張らないでください。左の膝が上がったら足の裏は前ですね。膝を伸ばして TC から一旦下ろします。この右膝上げますね。ふっ、そしてかかとで蹴るですね、ドントイ行ってます。苦しいなって方は斜め下にしますね。それで足首も上げると、あ、足首そうですね、かかとで蹴るね、踏みつけるような格好でもいいと思います。顔まで上げられる人は余裕を持ってですね、優越感を持って行ってくださいね。いるんです、そういう方がね。左の膝を上げたら足内側です。右の膝を上げましょう。足内側一拍ずつで変えます。今度は左膝が上がったら足を外、よいしょ。右膝上げたら足を外ですね。さあ今度大変、足首伸ばしてつま先正面、足の甲で蹴るタントイ。右の足を行きましょう。左肩とお尻の方ですね。右肩とお尻の方です。足をそうですね、腰幅ぐらいに戻しておいてください。今度手をね、いろいろ動かしましょう。上、下ろして。今度左ねじり、右の手が前ですね。手をだいたい前後に伸ばしていきましょう。はい、では左手前ですね。続いて両手横ですね。はい、この後はね、また足を開きますね。マーブになるところかな。マーブ、中腰になります。両膝が曲がって、体重その状態ですね。左手のひら、右握り拳、弓を引く格好ですね。手を下ろして足を戻します。ちょっとスペースの関係で私こっちに戻って、この右足開く番ですね。バッテンから右手のひら、左に引く拳、目線はね、遠く鼻先をね、どこに向けるかで力がね、結構変わってきます。ですね、足を腰幅に戻してください。手のひらぐっと伸びて、なし引っ張られる感覚を持ってくださいね。握り拳にして下ろして、手のひら下ろしましょう。続けます。お、メッセージ来てる。後で見よう。いつもありがとうございます。では手のひら外側ですね、下ろして手首を回すっていう言い方あるんですよね。正面向いちゃおうかな。手の甲をくっつけるでしょ。そして手首ここで回すらしいですよ。金色のパジャマでね、仕事してます。表演服ですかこれは。はい、右手のひら前、左握り拳後ろ、左を見ましょう。
戻します。左手のひら、右に握り拳、鼻先、右方向そして続けましょう。自分もそうなんですけど、こういう時に、ね、頭がぐっと上に伸びるとなんかちょっと姿勢がね、良くなっちゃったりして。再びマーブーです。グーパンチですね。はい、右グーパンチです。膝の曲げ伸ばしができますので、足の開き具合とかね、腰の落とし具合はその都度調整しても良いのではないかと私は思ってます。では足をね、そうですね、腰幅ぐらいに戻していただいて、ねじります。左、右、ここはね、下を向きやすくなりますので、ちょっと斜め上を見た方がねじり具合が良くなるらしいです。顔の、そうですね、今日はちょっとカメラに近い、顎のちょっと上ですね、口の横ですね、あんまりね、近づくと顔があれだ鼻の横とかね、鼻の付け根ですね、眉からこめかみ、一旦降りましょう。顎のまたちょっと上ですね、動いてみたいです、鼻、そしてこめかみじゃないや、生え際から頭頂、ここ忙しいんですよね、首と頭の付け根とか耳を倒して、こうしてみたらですね、頭の横の方、お腹です、親指ですね、人差し指付け根の上のところ、ああちょっとね、体の色と似てるから見えづらいか、グリグリやってもいいし、触れるだけでもね、強さは自由にしてください。睡眠穴っていうね、ツボだそうですよ。これ張高徳先生が独自に編み出したツボだって聞いたことありますけどね、北京体育大学の裏に住んでいらっしゃるらしいですよ。あんまそういうこと言っちゃいけないですね、 YouTube ね。その1回にはね、中華料理屋さんがありましたね。はい、ではですね、あ、もう終了ですね、小さくね、4周回しましょう。これ回すタイミングとかね、順番が本当あると思うんですけどもね、左右ありますので、私は適当にやってます。あ、ごめんなさい。で、大きめに今度4周同じ方向でいきましょう。では、逆方向に大きく4周参りましょう。中にはね、これ各内臓にね、気を通す意味とかでやってるんですかね、意念をね、強める方、どうぞ。で、小さくですね、例えばさっきは腸とか膀胱に対してだったら、今度は胃とか肝臓にとか膵臓にね、気を送ってるのかな。あとはまあ経絡にね、こうマッサージとかね、気を送ってるんですかね。さあ、次に行きますね。右の手、くしばにしましたよ。で、髪をかき上げます。触れても触れなくても私はいいと思ってます。首と頭の付け根とかちょっと触れて、この髪のあたりですね、開いていきましょう。足を一旦閉じましょう。左手と右膝を上げましょう。下ろしましょう。今度は右手のひら、左膝上げます。右手のひら、左膝を上げます。左手は座を作ってね、見えないテーブルを押さえるような気持ちです。足をついたら手を下から上げますね。腰のところに手を当てまして、今度はね、左にねじります。正面、右ですね、前にね、倒しましょう。起こしましょう。反らせます。うーん、天井見るね。
い、手を下から上げますね。こちらも腰に手を当てましたら、今度は右にねじります。正面、左、前に倒します。反らせますね。足をもうちょっと狭くした方がこれやりやすいと思いますよ。最後はね、このかかとを上げてのバンザイとなります。ぐるっと伸びて手を下ろし、ゆっくりかかとを着地しますね。うん、フレーム外に、ね、なっちゃいますけどね。私これ天井に指ついてるんですよ。ついてませんね。もう一回、そんなに低くないね、天井ね。最後ですよ、ぐっと伸びてゆっくり手を下ろしましょう。かかとをつきました。そうですね、手を下腹部に当てて気を集めちゃいます。で、58歩、いつものようにですね、前段と後段を行いました。だいたい10分ずつ、20分ちょっとね、動いたんですね。皆さんお疲れちゃんですか。この後ですね、曲が終わりましたら軽くお水の補給と行って、またメトロノーム君にね、出てもらいます。はい、では休んでよし、了解。私はこれをやって、どうしましょう、ちょっとお水の補給をね、します。といっても炭酸水なんですけどね。メッセージがありますので、ちょっと読みます、ね。通知が来て、慌てて参加し、あ、いたちまささん、どうもすみません、今日もありがとうございます。よろしくお願いします。うん、あ、こちらこそ、頑張って一緒にね、運動しましょう。ちょっとコーヒー飲みますね。そうですね。お家で過ごそうっていうね、今日はハッシュタグっていうんですか、これはシャープって呼んじゃったんですけどね、お家でちょっと運動不足の解消とかにね、まあ、一役で変えればお役に立てればななんて思ってね、やってます。まあ、このスペースで行ってますので、本当にもっとね、低く広いゴムとかね、ちょっとできませんので、私そこまで得意じゃないですから、なんとなく雰囲気で、動いていきましょう。もちろん世の中平和になりましたらね、また広いところでね、練習しましょう。通常レッスンで、ね、出てらっしゃる方、お会いできない方もですね、レッスンの雰囲気をまたちょっと出しますんでね、また頑張っていきましょう。はいはい、頑張る頑張るっていうのね、時に頑張らないでなんて言いますからね、この矛盾がいわゆる太極拳です。なんてね、はい、じゃあこれですね、五行健康層の時間です。また今日もね、120で。このペースはね、その近いかもしれませんけども、足を腰幅ぐらいで、膝の上下動ですね。周りに当たらないようにしてくださいね。意外と早くやるとね、突き指で骨折とかありますからね。こんな感じ。あんまり広くするとですね、苦しいから、小刻みな動きでね、どうですか。ただ、足の状態、お一人お一人違いますからね。大体のところ曲げてください。肘は曲げること、伸ばすこと、同じに、上げたり下げたり、引いたり押したりですね。手首、肘、まあ、肩とかもね、全体で使っていきます。こっち向いちゃうかな。手を上げて肘曲げます。斜め上、これ手伸ばしてると思うでしょうね。実は曲げるから伸びる当たり前なんですけどね、引くから伸びるっていうね、概念です。もちろん太極拳はね、もっといろいろ深いからね、本当はそうやらないんだけども、運動です。ごめんなさい。手前、かなり直線的にね、まず動きますね。前下、前下、手のひら
内側です。内向きって言った方がいいかな。近づけたり、離したりします。私はね、これね、胸の高さと、おへその低さぐらいね、二等辺三角形反対にしたような感じにやってます。そこまでこだわらなくてもいいんですけどね。手のね、この距離を遠くするほど運動量上がるよ。手のひら向かい合わせて横です。ね、楽しそうな運動だけど、人に見られると、ことを考えると恥ずかしいですよね。であとね、もう30秒すると恥ずかしさが飛んでいく可能性があります。またね、ぶり返すんですね、恥ずかしさがね。かゆみじゃないんだから。肘ですね。前、横、前、横。よくフィットネスでね、こういうマシーンあります。こんなに早くやれないですけどね。自重でやってるよ。腕の付け根や肩甲骨の動きとかね、そこら辺をちょっと鑑みてください。腰横です。指先斜め上向きですね。ちょっと向きとかね、位置変えながらやりますね。ご覧になりますか？たまにクーラーのね、ルーバーに当たったりするんで、そこら辺ちょっと注意しながらやります。ランプシェードにたまに当たるんですね。家壊さないようになります。手を組んで、次、肘、向き変えます。横、手首を曲げて肘下向きですね。横、下、もう一回いこうかな。横、下、手のひらを下から上向きですね。何かを掴んで後ろに放り投げます。下向きです。まあ、ここねちょっと肘を上げていただいた方が運動量ね、多くなるかな。ねじりましょう。あ、俺なんか間違えちゃったっけ。間違えました。こっちです。本編ご存知ないから、ね、だからって話なんです。反対です。なんとかつなげていきますからね。これでここやろうかな。日によってね、ちょっと、いろいろ変わっていくのを知ってるよ。まあいや、ごめんなさいね。運動量は変わらないと思ってください。シェフの気まぐれサラダみたいにね、ちょっとずつ違うんだよ、日によってね。もう一回いきますね。さあ、手を向かい合わせて腰横です。上げましょう。下ろしましょう。もう一回。もう一回こうかな。今度はパー、グー、肘を後ろに引きます。意外とこれ気持ちいいかもしれないですね。見えない腕立てっぽくもありますよね。右拳、腰横です。さあ、この後はですね、またね、膝の動きは上下胴を指先前に打ち出します。この八方五歩とかでね、皮下症の、ね、練習でもありますけど、ね、この肘打ちとかで、ね、叩く動きが入っているような表現を行っています。斜め上、前、続いて前、下、前、下。ちょっと直角三角形みたいにね、太極拳でやったらかなり直線的な動きですよね。はい、手のひら内向きです。
ッセージが来たんですか。ありがとう。横です。次は肘ですね。膝は上下の向きです。では腰、横、指先に斜め上向き、手を組んで下向き、横、下向き、横、下向き、はい、変えます。膝上下、手のひら下から上向き、手のひらを下向きです。それでは斜め後ろの角を上げてね、これ上下動するやり方だと私はやってます。はい、今度こっちですね。正面、これさっき入れるの忘れたんだね。本編ご存知の方はね、これでしょうね。台湾のね、気候なんですね、これね。はい、ねじりましょう。五行健康操っていうですね、名前で YouTube 見ると、私以外にですね、台湾の方がこれやってるんですね。私ちょっとアレンジ入れちゃってますので、本場の方の人でかなり違うんですけどね。では横です。曲がね、かなり愉快な曲ですよね、あれね。では最後パーグーで締めますね。ではだんだん止めていきましょう。五行健康操を行いました。気候の中では、ね、この五行っていう言葉をね、結構使っているので名前が似たようなのも多いですね。いろいろ五行活性化したんでしょうかね。あまり詳しくないので、あ、先生がそのこと言っちゃいけないですけどね、活性した、そんな感じです。で、一旦ここでね、気を集めちゃいましょう。これ PPT を止めますか。手のひら活性化してますよね。指先もね、ビリビリしてきてます。木のボールを味わいます。この手をね、近づけたり離したりすることで木のボールね、密度、木のエネルギーが高まるってね、考えちゃうね。いろんな考えなんですけどね、その方がお得じゃないですかってね、種明かしをしてます。でもね、実際それが脳みそがですね、そういうふうに解釈すると体の方も物理的に変化するらしいのでね、それは気候の原理だとおっしゃっている大先生がいました。では、それでですね、いいもの入れましたよ。下腹部丹田です、ね。エネルギーセンター、チャクラでもいいですけどね。そこに右に3周、そして左に3周回しまして、陰の気や陽の気を入れたということですね。今、行ってます。歯をカチ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 、もぐ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 、ほっぺをぷく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 、舌を左右に回しましょう。相変わらず早口ですね。皆さん聞き取れてますか？潤いの中に天の気や地の気、そして今動いたエネルギーとかも、ね、入っているとするんですよ。で、飲み込んで内臓の、ね、いいところに入ります。もしくは気になるところに、ね、いいものが届きます。で、もう一回飲み込んで丹田に一旦エネルギーを収めます。物理的に、ね、実感がありますので、あ、なんかいいものが、ね、届いたよっていうね、そういうところが考えることと、ね、動くこと、ミックスさせてるね、引き続き入門太極拳いっちゃいましょう。曲なしです。いろいろな、ね、格好ありました。足の形こんな格好、こんな格好、この形は何部ですかみたいなね、本当に勉強みたい。
CV ですね、虚歩っていうおっしゃる方もいると思います。まあ、我々日本人としてはね、虚歩って言った方が良さそうですが、これは九歩、九泉っていうね、名前言われた時ね、編集長、それ何ですかって聞いちゃったらね、まあ、中国武術によってもね、この剣舞って言わずにね、九泉、弓の皮ってそういう歩型あるの。そう、シーブーもね、登山式だとかね、チーシンブー、7つの星の、足の格好とかね、総合でもシャンブー、チーシンってあるじゃないですか、なんだっけ、48でもありますね。なんであの7つの星なんだろうな。ある先生はね、これが北斗七星でね、ここが北極星だよって言ってた、なるほどって思ったんですけど、シーブーのことチーシンブーっていうね、流派があってね、なるほどって思って、今通常レッスンではね、そうやってね、お伝えしてるんですけどね。説明長くなりました、ごめんなさい。入門いきますね。入門者をこっち正面とします。左の足を開きました。乖離部、そう、足を開くときね、乖部とか乖離部っていうんですね。では指で石ですね、手を横から上げていきます。空港ね、この人差し指と親指の空間はちょっと開いた方が良さそうですよ。手を徐々に下ろしていきます。続けますね、指で石。中心に参りましょう。これもね、手の上げ下げといった方がいいですかね。手を下ろすときは風向やっぱね、開いておきますね。2回目の中心、エネルギーの上昇や下降という意味合いもあります。では左の足に重心をかけて、右手足を斜めに出します。要小恋ピーパー、楽器の琵琶を抱くような、つまびくような格好ですね。一旦ね、右足、私ちょっとこれ、便宜上戻しちゃいますけども、右足重心にして左手足を斜めにします。どうも小ポイビーパー。入門太極拳はね、大体左右の、動きで構成されてます。ダオシは動きますね。これ下がるとこちょっと左の足をあえてね、戻しちゃいます。左手を開きますね。右の足を軸足から斜め外についてゾウ CV になる。では右の手を開きます。3回目のダオジョワンゴン。戻して、戻しちゃうね、コンパクト太極拳では戻します。さあ続いて右の足に重心をかけたらボールを作りますね。パオチューという呼び方がありましたね。左の足を斜めの方に出して、イエマーフェンゾーン、馬のたてがみを分け開く動作。実際そういう人を見たことはないですけど、そんなようなイメージなんでしょうね。では右足重心です。タンビエですね、仮手を作って、左の手がムチのような、振るような動きだそうです。左足重心ですね、左仮手を作り、要タンビエ、左右にタンビエを行って、右のつま先を正面、左の足を腰幅ぐらいに寄せます。斜め習字を作りました。でこれシーズーショーという、ね、名前ですね。で手をここから下ろしていくのを小指と言います。一応最後の動作、指をももの横に触れて左の足を戻しましょう。ではフォローですね、あと1、2回続けていきたいと思います。これ雨降ってるのかな、すごい音ですね。帰りブー、ベビーシユイベーシーチーシーチーシー、2回目。要勝負ピーパー、増勝負ピーパー、ダウジワンゴン、1回目。ダウジワンゴン、2回目。
ダオジュワンゴン3回目。ダオジュワンゴン4回目。パウチュして、イエマーフェンゾン。パウチュ、イエマーフェンゾン。鍵手を作ります、タンビン。左鍵手です、タンビン。シーズーショー。上司、主上司部。さあ、もう一回さらっていきましょうか。3回目の入門対局拳であります。カイピーブー、リベシユイベイシー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 要勝負キーパー、要勝負キーパー、ダウジュワンゴン、ダウジュワンゴン、ダオジュワンゴン、ダオジュワンゴン、イエマーフェンゾン、イエマーフェンゾン、タンビン、タンビン、シーズーショー、ショーシー、シュージャーシューブ。ご無健構想と入門対局を行いました。お水の補給等いかがでしょうか。この後はね、24式対局拳コンパクトにまとめてね行います。強そう、頑張って。いや、強くないっす、弱いっす。あ、ごめんなさい。はい、なんか、ありがとうございます。プラスです、ありがとうございます。嬉しいですね、なんかね、反響があるとね、うん、本当にあの、出版関係のですね、フルコムさんとかにね、あの仕事とか行ってるんですけどね、私以外みんなね、殴る蹴るのね、強い人。私だけね、表現対表現で強くないですね。強そうっていうのはね、なかなかいい表現です。嬉しいです。性格弱いです、ね。あんまりとボロ出ちゃう。あ、ボラ出っ放しですよね。ということで、仕事しましょう。仕事ですね。まあ、申し訳ないです。次は、素敵なね、コンパクト24式を行いますね。では、こちらですね。お水飲みましたか？大丈夫ですね。はい。カイリーブー、足を引いていきます。CC、一番目の形。便宜上ですね、右の足先をちょっと開いて、右手が上のパウチですね。イエマーフェンゾン。馬の縦髪を分け開く格好。便宜上、左の足をちょっと寄せますが、右足を出します。イエマーフェンゾン。
3回目のイエマーフェンゾン。バイフレアンチ、白い鶴がですね、翼を上下に開いたような格好です。4番目、ゾウヨウロシアウブ。ゾウヨウっていうのはね、左右で動作を行うときの言い方ですね。まあ、左右ですよね、本当ね。今度は右の足を出して、右の手、払う手。払うっていう言葉もですね、いろんな意味合いがあると思うんですがね。ローザのこと、払うってね、言ったりします。押す手はね、トゥイサン、推進力の推っていうね、字を当てますね。プッシュハンズでいうかな。ハンズじゃないか。ハンドか。はい、ごめんなさい。ショーボイピーパー、ここで入れた後は、ダオジュアンを行います。演技場ちょっと前に行っちゃう、まあ、2回目のダウジュワンゴン。もう1回行こう。さらに4回目のダウジュワンゴン。そうですね、4回下がるんですよね、ダウジュワン。さあ続いてランチュウエイ、こっちに来ます。まずは右手が上のパオチューからゾウランチュウエイポン。4つの動作がありますね。ポンリージーアン。この後ね、そうだ。8方向もね、考えると忘れちゃってたよ。ポンリージーアンでね、まあ、でもすごく重要な形です。これも奥が深いですよね。アン。はい、左の足先を開いて、パウチュー。ヨーラーチューで1本。まあ、中安心入れずにですね、同方向に進んでいくタイプで変えてます。リー。そして G。あ、前の足が上がって結構です。そして手がね、出ていくのとゴングが合いますよ。右足心です。鍵手を作って、私はカーテンから左の壁の方に向かって9番目の探偵を行いますよ。優勝。いつも皆さんにはですね、背中を向けて行っています。本当は右の足を寄せるものですか？そう。左の足を下ろしちゃいます。2回目の優勝のつもり。ツをゴングからマーブーになって左の足を戻す。どうですか？3回目。そして11番目、タンビエン。ゲームしたつもり。ゲームというのは足をね、後ろの足をちょっと寄せる方法の石ですね。ガオタンマ、12番目の動作。ヨードンジャはですね、右の膝が上がっていく。そしてかかとでね、蹴るんですね。手と足と鼻先は同じ向きがおすすめ。右の角を斜めに出して両拳を作っていきます。サンファーガンR。このグーの角っこで相手のね、こめかみを打つそうです。まあ、実はいろんなね、用法が使い方あるんですけどね。はい、では左の膝が上がって、ゾウドンジャを。はい、では私、カーテンの方見ます。ゾウシャーシードリー、右回転を作って、プーブーですね。そして、ゴング。ルーリーブー。右手足が上がり、左手を押さえる格好になります。右の足をつきますが、私はまたここでカーテンの方を見て、ヨーシャーシードリーに、コンペットはちょっとね、向き変わりますね。こっち行っちゃいます。ルーリーブー。倒れるときはね、人を捕まないでくださいね。そんなこと言うと怒られちゃう。はい。一旦下がってパウチします。キュアンソーですね。18番目の動作。自分の姿を見ながらですね、行ってます。大丈夫かな？これでね、ちゃんと肩甲骨が下がらんのですよ、私も。ごめんなさい。ある先生ね、これね、肩甲骨をね、下げてもらうとね、ここにほんとすごい力が出るのね。あれをね、体得したいんですね。何それってね。そういう先生いるんですよ、世の中に。はい、最近会えませんけどね。再会をすごく待ち望んでます、私も。はい、上身バランス21番。バン。一旦右足戻しちゃおうかな。左の手足前、かかとがつくのとこのランをね、合わせるタイミングがあった方がいいと思います。注意。バンランスを行い、ルフォンスウィーですね、左手前、右手の左に変えます。おカーペットずっこけます。ごめんなさい。
はい、ではここからシーズーショー。終わるのはね、反対向きになっちゃうけど、このスペースでですね、24式を大体行ったよということですね。指を腿の横に触れて左の足を戻し、2回目の討論に入ります。その前にここをちょっと戻します。さあ、2回でいきましょう。返り部シーポーチューイエマーフェンゾーン。パウチュー、イエマーフェンゾーン。もう一回、イエマーフェンゾーン。バイグリアンチ。ロシアーブ。ロシアーブ。ロシアーブ。ゲームしてショーウィディーパー。ダウジュアンゴン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 。ゾウランチュウェイ。リー、ジー、ア、ヨランチュウェイ、ホン、リー、G、A、también、優勝、優勝。優勝、単便、ガオタンマ、ヨウドンジャオ、サンファンガンアール、ゾウドンジャオ、ゾウシャシールーリー、ヨウシャシールーリー、ゾウヨウチュアンソウ、
アイリージェン。シャントンベイ。ジョアシェンバランツィ。バン。ラン。チュイ。ルフォンスリー。シーズショー。ショーシー。24式太極拳コンパクトサイズですね、2回行いました。お水の補給といかがでしょうか。結構もう1時間経っちゃいましたね。まだまだ続くよ。いや、どうかも。そう、八方五湖なんかやりたくなってきましたね。いろいろ進めてるようでも。八方五湖はやっぱりちょっとリードがないと、私もまだまだ未熟でございます。いろいろそうなんですよね。はいはい。これも2回ぐらい、2回と3回ね、できます。結構ね、あ、そう、よいしょ、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではまたこちらをね、見て、8方5方ですね。会議部から GC ですね。空港開きましょう。足はね、まあ、この状態からちょっと早かったかな。そう、右手が上のパウチューからポン、リー、手法がねメインになってますね。斜め右を見るとかね、右の中指見るっていうような表現がありましたか。サイはね、あまりご存じない方もいると思います。この両拳を作りますね。手のひらに変えました。左の肘です。今度は、顔ですね。体当たりの石でしょうかね。はい、右手前ですね。引いていきましょう。斜め左を向くような振りから押し出します。両拳に変わって左ですね。手のひら続いて右の肘、正中線のところまで肘くるのかな。右の足先を開いたら右手が上のポーチューですね。正面に向かってポン、今度は右の足を出します。ポン、リーをしながら下がりましょう。左の足も寄せたら、ゾウイーブーという名前なんですね。発見動作が本来は入るみたい。右肩が上がる案ですね。左つま先打ちです。右の足をついて、足先からの方がいいのかな。平行方ですね。EV って、ね、移動の E ですね。さあ正面見たら左の足を下げまして、はい、右の足も下げて両拳、左の足を一旦スタート、再び前ですね。リエ、今度右の足を出していきます。右の足を出して肘ですね。今度左見ましょう。左の肘ですね。左足先を打ち、右の足をちょっと寄せて、手を一旦下ろした後、左手足を上げるルーリーブル。今度は右の手足を上げていきます。右手はですね、手首の位置さほど変えずに左手外側ですね。手を下ろしていきます。
綺麗な足をゆっくり戻してみましょう。八歩五歩。バーファーウフウブって聞こえますよね。八歩って言ってるのかな？他のクラスではね、八歩かな。もう一丁行きましょう。いかがだったでしょうか。大体3分ぐらいの動きですので、もう一回いきますか。長いですか。大丈夫ですか。もう皆さん覚えましたね。反応がないですね。もちろん覚えてなくても真似するっていうのもね、結構いいと思うんですよ。ではもう一回ですね、8歩5歩か。いきましょう。
情報もね、3回行っていました。お水の補給といかがでしょうか。よいしょ。結構ね、今日もね、いろいろな道路ね、動いてますね。そうってると。そうそう、大変大変。体育圏体操を行います。大丈夫？あ、いつもよりです。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。体育圏体操、体極走ね、やりますからね。彼女、帰り部ですね。手の上げ下げです。手を下ろしまして、ここからね、木に抱きつくポーズを作るとき、膝をちょっと緩めちゃう。手を下ろして、足を戻しましょう。今度は右の足を開いて手の上げ下げですね。輪を作ります。1節目終了です。2節目に入ります。右の足を、ね、出して左の指が上で合わせましょう。これね、かかとを上げるんですね。ゆっくり着地をしたら正面を見て左です。今度は右に動く。右の手を前に出して手首を近づけたら膝を緩めて手首ね、座を作るとですね、象ゴム、象ゴムの状態で左手を立円逆円縦回転、口早いですね。はい、では右の肩をついたら合わせるところ右の指が上、はい、肩が上がってゆっくり着地をしましょう。正面見たら今度は右、左です。左の手を前に出し手首を近づけ、膝を緩める。お花が咲いたみたい。ヨーゴンブー。立円ですね。左の足を寄せました。足を開きます。マーブー作れる方はどうぞ。手を上で合わせて、下ろしてきます。目の前合掌ですね。で、手をだんだん前に出して、開く。足を落とします。今度は右の足を開いて、こちらもマーブーですね。合掌を作ります。手をだんだん前、開いて、戻しました。左の手足をまず開きますね。気をつけになったら右手が上のパウチュ、ボールを潰します。左足重心、右の足先上がって握り拳。そして気をつけに戻りましょう。右の手足を開いたら、左手上のパウチュ、ボール潰して右足開きます。右足重心、懸命垂直で弓を引くような格好。右の足を戻して気をつけです。右足重心になったら左足先斜めにつきますよ。ちょっとねじる。今度はね、左足重心、右足斜めに出します。左の足をさらに斜めに出しまして、左足重心、右の指が上に上がったら、しゃがめる方はしゃがみましょう。シェーブン。左の指と右の足先を斜めに出しちゃうよ。ちょっとね、尺が足りませんが、右の足に重心を進めて、右の指と左足先を斜め前。足を下げます。右足重心に戻したら、左の指が上がる。シェーブーで、左の指が差し込むよ。足を開いてね、左にねじって後ろを見ます。右かかとが上がって、座を作る。じゃあ今度ね、右ねじります。左かかとが上がって、座を作る。ドリブルいきましょう。左手右膝からどうぞ。ゆっくり下ろしたら、右の手左膝上げます。できればゆっくり下ろして、ね。右の膝上げたら、右手のひら上、左手のひら横向き。これ、座を作っておきますね。左膝が上がったら、右手のひら横向き、左手のひら上向き。ちょっと陳式っぽくね、私は作り変えてます。右の膝が上がったら、右の風向と左指先を上げるタイプですね。本編とはちょっと違う格好なんですが、私、これ、風向を開くタイプにね、手を変換してますよ。左手右膝もう一丁前。右の手左膝上げます。グリームお疲れちゃんです。左足中心、左の指が上で、剣心をね作ってるんですね。閉じたらチョキと言った方がいいですかね。万歳。そしてゴム。一旦手足を戻します。左足中心ですね。右の手を高いところから下ろしたら、その分膝が緩みます。
左手、右膝、横の方から上げますね。鼻先正面ちょっとねじって止める。はい、右足重心とします。右の指を斜め下、はい、気をつけ万歳で合わせた。右にゴム、気をつけです。右足重心ですね。左の手を高いところから下ろすよ。その分膝が縮むというかね、沈みます。その反動を使って右手左膝上げて鼻先正面。さあ、ここから左膝を曲げて足先をまずつこう。右足は後ろで交差、新式の優勝を入れてます。では右足を出して脈を取る手でピンへ斜め左に G。 もう一回斜め左を切るんですね。回ります。ご注意ください。本当は前走体入れるとこ、右の足後ろですね。差し込んだ手を輪っかに変えてバイクウランチを作りました。今度は左足後ろ、右の足を寄せたら右足を開き、左足後ろで交差しているつもり。はい、ピンへと斜め右に G。 足を寄せたらもう一回斜め右を見ましょう。左にぐるっと回転ですね。そう、ブー指を差し込んで左足心輪っかを作ります。反対側もバイフレアンチを作りました。右の足に重心をかけて左の足を寄せます。8節目は呼吸を合わせるところ、呼吸を集めるところ。輪っかを作り、手を下ろし、足を下ろします。気を丹田に収めているんでしょうね。太極拳体制ね、蔡中道先生がお作りになったんでね、私は、弟子なので踏襲してます。さあ、太極拳1回だけですね。最後、今回もチャレンジです。そう、前回行いましたね。ちょっと熱くなりました。熱くなってならない方もいると思うんですけども、本編とはちょっとねスピードの違うものなのですが、できるかな。扇やってみよう。あ、じゃあもうね始まってる。扇だ、部屋でやろうぜ。開封バオシャンと言ってますね。一旦右の足を寄せて扇を斜めした。右足を開いて、これ家のペットの変形じゃん、これシェイプリシーか、ごめんなさい。総合ではあったよね、これね。あ、この動作知ってる。そうですね、これで開くわけですね。ゆっくりで、あ、音なしでやっていきますからね。まず、胴腕して扇を閉じたら左から右で、この辺りで膝が上がって腰ゴンブーでツーシャンですね。ジムツーシャンからパワフォンルームですね。これがね、ぐるっと回るわけですね。総合の剣でもありましたジュアシェシャー2と同じですね。すぐシャンっていった方がいいですかね。左の足を寄せて手を上げた後、左足中心です。右の膝が上がって下から上げます。止まって、 OK。 ではね、扇を閉じまして右足をついて押さえた後、T シャンですから右の足が前ですね。こんな格好でね、切りつけるような格好ですかね。これがね、大の字みたいになって、さらにこんな格好だ。手のひらで押さえて右手の甲で押さえちゃう。続いて体を起こしますね。扇を閉じた後右の足を開きます。馬の鞍の上で花を咲いた花を見る風情があるんだろうか。あります。でこの後2段目ですね。これもゆっくりいきますね。扇を閉じた後、削るっていうね言葉が作られています。イエマフェンゾンですね。本当はこの首の向きをパッとね早くやるものですが、長剣の向き取り入れてみたいです。タイミングはちょっと本来は早くなるものですが、ここでもファンフォンルードジム通称を行います。一旦新脚を行って虎が獲物を捕らえた格好を作りましょう。次はねカマキリが出ますよ。なんとセミを捉えてるとこ、すごいね、想像すると怖いですよ。さあ、ここからね扇を閉じて押さえましょう。アーシャに外部してアーシャって言ってますね。さあ、ここでぐるっと右に回りますね。手首をね大体固定してくるっと回したら右手足を下げます。ゾウボンブですね。ゾウマ群は結構ね何回も出てきますね。はい、これできた。3段目いきますね。一旦閉じて
これは総合の剣でもあったマーブ・トゥジェと同じ格好ですね。向きを変えましょう。東方向に刺しました。ここからね、一番難しい動作かな。小指、しっつを回してください、ね。これで音が鳴る人たちがいるんですよね。すごい憧れちゃう。さあ、ここから扇を立てます。左の足と左の手を前に出しました。これもうかカメラね、出ちゃってる。CV で胸の前で扇を持っていきましょう。この後扇を一旦閉じまして、扇の先端で突き抜くような格好ですね。手を交差してリュンシャンします。そして斜め下、これもね、切りつけるような格好ですかね。本来ならもっと右行くんですが、CV で開きますね。ここまではちょっと左の足を開いて立ち上がります。この後、一旦閉じるところかな。ここからは4段目、2段と4段はほとんど同じ。長男輪行ですね。さあ、それでは帯を閉じましょう。右の足を寄せて伸脚をしたら、稽古だ。長者を取ります。かかとでね、踏みつけるような蹴り方の一種ですね。大きく落として、押さえたら、さらに右に回っていきましょう。サンシャンと言いますね。これ、長剣とかのね、格好なんですか。回るになった。次は5段目かな。大きく閉じますね。両肘を後ろ、陳式からもらった動作でしょうか。陳式続くんですよね。パンザー。横から打ちます。この後、ジャンプが入るけども、やったつもり。左足、右足の順番で叩いて。両ドンジャーをご用意ください。蹴るよ、押す。ユイン、チュアンソー。片足立ち、お、法人とイジャージェみたい。危ない。胸の前からもう一回ですね、閉じましょう。後ろで交差しました。これも2回目ですかね。バーワンヤンチーを行います。さあ、回ります。先端を北西方向に刺して、そしてね、胸の前で扇を持つんですよね。さあ、右に回ります。結果的に9歩動くとなります。すごい。ドタドタあるじゃないですか。で、ここからよいしょ、8歩目としましょう。はい、6段目ですね。これが五式のポン、左かかとをつきました。では、ランチュウェイの、ね、変化ですね。ランジャーイーって言ってますね。ランザーイーって俺は習ったのかな。ゴムです。ポン、シャンですね。ポンといえば次は B と G ですよね。後ろに B、前に G。オンリー G ときたら案がありますが、総合の、ね、出だしを思い出してください。これスーチンベイジェンというです、ね、名前ですね。右の足に重心、手足、ここで一致させると良さそう。とってみましょう。下から扇を上げ、閉じました。これロシア部でしょうね、これね。シャン・ゲンだっけ。このここで相手打つらしいですよ。さあ、左つま先を内に入れて、鍵手を作ります。プンプン。刺した、そうしたの後、開くんですね。ここからシャーシードリとお友達。マンゴーシャーフ、ゴムになった後、体を北方向から南方向、左グーをね、打ち放ちました。あともうちょっとで終わりますよ。左の足に重心を戻し、扇閉じていきます。右足重心から、ここね、左手結構大きめにね、先生方なさってますね。終わりますか？まず閉じます。左の足を戻したら手を下ろして、パオシャンと足を戻し、最後はね、手を下ろしました。さあ、いろいろな曲に合わせてですね、本当に1時間ぐらい今日やってますね。皆さん、お疲れちゃんでした。そろそろですね、締めましょう。こういうのもありましたよね。
空船、仰げましたか？暖かかったですか？はい、まあ、今後もね、いろいろやりましょう。はい、じゃあね、これいきますね。背骨、もも、背骨、腕、肩、もも、右の肘、背骨、腕、肩、もも、肘、背骨、腕、肩、もも、むちょ、背骨、腕、肩、もも、肘。これ、前、後ろ、前、背骨、もも、背骨、腕、肩、もも、肘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 。はい、では、手をこすり合わせて、そろそろね、締めましょう。1時間半ね、お付き合いありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。途中からの方も本当にありがとうございました。いかがだったでしょうかね。うちで過ごそう。過ごせましたか、練習できましたかな。では、手をね、近づけたり離したり。まあ、今後もですね、もっともっと頻繁にこのライブ、内容そんな変わらないと思いますけども、一緒にですね、練習ができたらいいなと思ってます。さあ、木のボールをお腹に集めまして、右に3周、左に3周回しました。歯をカチカチカチ、もぐもぐもぐ、ほっぺをぷくぷくぷく、舌も左右に回して飲み込みます。いいものが入ってきました。もう一回飲み込みます。はい、ではですね、今日ちょっとね、一番長くね、行いました。これがね、5時間、6時間のライブになると思うとね、胸熱ですね。そんなには長すぎるか。でもですね、本当に今日もね、充実感があった一日、逆に私もいろいろ動けてよかったです。皆様ありがとうございました。ではね、またお会いしましょう。OK でいきますね。皆さんさようなら。はい、では、また最後ですね、ここが一番おどおどしてですね、顔が あんまりアップになっちゃうとね、恥ずかしいからね。横からいきます。はい、さようなら、また会いましょう。